皆様どうも、こんにちは。本日はですね、発表が待たれている、もしくは噂になっている、各メーカーの新製品についてですね、まあ前は、カメラを中心に話したんですけど、今日はですね、カメラレンズをですね、中心に話していこうかなと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。でまずはですね、やはり、一番ですね、ここ最近、いろいろ言われているのが、発表がですね、いよいよ、あさってに迫りました、ニコンのですね、フルサイズミラーレス関係の、まあ、レンズですね。で、この前ですね、ちょっと話したんですけど、その時はですね、そのノクトニッコールとかね、58mmF1.2 のやつが出てきたんで、明るいレンズとかがですね、出てくるのではないかと言いましたけれども、どうも最初はですね、マキエレンズとか、あるいはですね、小三元の一角みたいな、そういうところから始まるのではないかという感じですね。で、焦点距離的にはですね、準広角とか、あるいは標準のですね、F1.8、もしくは、標準ズームの F4 同士っていうところですね。まあ、なので、35mm とか 50mm、あるいは、2470とか、そのあたりになるんじゃないかと言われてます。まあ、まずはここら辺でですね、とりあえず様子を見て、徐々にその後出していくという感じなんでしょうかね。まあ、多分ですね、もしかすると、発表の時に、今後のね、ロードマップなんていうのも明らかにされるかもしれません。ちなみにですね、おそらくこれが、ニコン公式の、最後のティーザー広告だろうと言われてますけれども、その中でですね、こんな感じの、ものが出てきました。で、まだまだですね、ピンボケなんですけれども、まあ、それでも、このモードダイヤルの存在とか、まあ、このロゴとかね、あるいはこの EVF の存在、まあ、そういうところが、分かってくるんじゃないかなというところです。で、あとはですね、こんな感じのね、映像も途中にあって、この指でですね、操作している。まあ、つまり、このタッチパネルが採用されるんじゃないかということも、まあ、これからわかります。で、あとはですね、ここら辺に、ボタン類がないので、やはりですね、操作系が変わると思って、まあ、間違いないんじゃないかなというところですね。まあ、ニコンのね、フルサイズミラーレス、発表まで、あと2日になりましたけれども、まあね、あさってが楽しみかなというところです。で、ニコンの次はですね、やはりこのキャノンというところについてね、見ていこうと思うんですが、キャノンはですね、4ニッパとか、そこら辺の大砲が、リニューアル間近じゃないかと言われてますね。で、キャノンはですね、まあ、2020年に、もちろん、東京五輪があるんで、それまでにですね、望遠レンズをすべて新しくしたいと思っているのはあると思うんですが、それに加えてですね、もう一つ、2019年ですね、このラグビーワールドカップまでには、もしかしたらですね、すべて更新するのかもしれません。まあ、というのもですね、協賛スポンサーの一つになってますので、こういったね、スポーツとかの分野では、非常に、大砲レンズ、重宝されますんで、もしかしたらですね、それまでにはこういったレンズのリニューアルというのがされる可能性があります。まあ、どれもですね、非常に高いレンズばかりで、まあ、どちらかというとですね、プロ向けという感じですね。この4-5とかね、3-4とかは、どうなるかあまり聞いてないんですけど、まあ、とにかくですね、ここら辺の、4ニッパーあたりがですね、今、噂の中心になってます。もっと軽量化されるんじゃないかとか、あるいはですね、この DO レンズをね、搭載したやつの、もっと明るいやつが出てくるとか、そういう話がですね、まあ、ちらほら出てますね。まあ、個人的にはですね、完全に個人的な願望なんですけど、この3ニッパーがですね、新しくなってくれると嬉しいかなと。で、この2型の中古がですね、ある程度こう値段が下がってきてくれると、まあ、個人的には嬉しいかなと思ってるんですけれども、まあ、どうなることでしょうか。まあ、キャノンはこれぐらいにして、次行きましょうかね。次はですね、まあ、ソニーなんですけれども、ソニーはね、単焦点の、明るい GM レンズが出てくるんじゃないかというところですね。まあ、ソニーのですね、この G マスターレンズといえば、超高級レンズのですね、まあ、一部なんですけれども、まあ、言ってしまえばキャノンの L レンズとか、まあ、ニコンのですね、ナノクリスタルコート、まあ、そこら辺に相当するような、まあ、ものになってます。
で、これがですね、今のところ、2470、70の200という、まあ、第三陣の2本ですね。それと、85mm の F1.4 なんで、まあ、中望遠の、単焦点という形になってます。で、今度出るのはね、24mm の F1.4 とか、135mm の F1.8 みたいな、単焦点の、広角側と、中望遠ぐらいになるんじゃないかというところですね。まあ、いずれはですね、多分14の24とか、35mm F1.4 とか、そういうところも出てきて、もっともっとですね、充実してくるんじゃないかなというところです。で、まあ今ソニーはですね、大変この E マウントっていうのが、元気がありますんで、ここら辺のレンズっていうのもですね、非常に期待できるかなと思います。ちなみにですね、今日は、レンズを中心にね、話そうと思ってたんですけど、ソニーに関してはですね、超高感度モデルの次期モデルである S3、あるいはですね、APS-C フラッグシップの次期モデルである、6700ですね。ここら辺はですね、相変わらず非常に微妙な感じです。で、フォトキナっていうですね、やはり大きな製品発表会があるんですけど、それまでに出てくるとか出てこないとか、そんな感じになってるんで、あんまりね、アクティブな感じではないですね。まあ、ここら辺はですね、あまり早いうちの登場はちょっと望めないのかもしれません。さてさて、まあ、それはいいとして、今日は基本的にね、レンズ中心でいきましょう。で、レンズでですね、富士フィルムさんがですね、この前いくつか、レンズ発表したんですけど、まあ、どれもね、ちょっと高かったんですが、実はですね、ロードマップもね、その時更新されてて、2019年とか、まあ、2020年の発表にね、まあ、なってました。ただそのうちのですね、一部が、前倒しで、今年中に、発表あるいは発売になるかもしれないということですね。今のところね、レンズのロードマップっていうのは、こんな感じなんですよ。で、この16の、80とか、ここら辺ですね、ここら辺がもしかしたらもうちょっと早くなるかもしれません。ただまあですね、このロードマップ上にない、レンズですね、その登場は今のところ、聞いてませんね。まあ、そっちはサプライズ的な登場になると思うんで、直前にね、噂が上がってきて急に出るという形になると思うんですけど、まあ、そういったのはね、今のところちょっと聞いてません。まあ、基本的にはですね、このロードマップに従って、今後も出てくるんじゃないかなというところです。で、一応ですね、各メーカー、カメラも作ってるようなメーカーで言えばね、こんな感じかなと思います。まあ、細かい噂とかですね、そういったのはあるんですけれども、まあ、今日はそういったのはね、ひとまず置いといて、主要なところでね、行こうかなと思います。で、次はですね、まあ、レンズメーカーになるんですけど、オータスがね、中望遠の F1.4 を発表するんじゃないかということですね。100mmF1.4 とか言われてますけれども、オータスですよ。で、これがね、個人的にね、ああ、来たなっていう感じなんですよね。オータスのレンズっていうのはね、やっぱり天体写真撮ってる僕からすると、ものすごいね、憧れのレンズでありまして、今のところね、28mm、55mm、85mm、これいずれもですね、F1.4 という大変明るいレンズです。で、これね、本当にどのレンズもですね、ものすごくいいレンズで、まあ贅沢な作りになってますし、光学性能もね、本当にいいです。そんなオータスからですね、明るい 100mm が出てくるということで、これはですね、これで静夜写真撮ったらどうなるんだろうというですね、まあ想像が今からですね、はかどりますね。ただ、すでにですね、世の中に、こういったレンズがありまして、シグマのですね、105mmF1.4 というものがあります。で、これがですね、希望小売価格では、22万円なんですけど、実売はですね、今17万とか18万とか、それぐらいだったはずです。で、これがですね、また光学性能がね、非常にいいと言われてまして、で、実際天体写真撮られたもう例もですね、結構出てきてます。で、確かにですね、性能かなりいいんですよ。で、ただ、ちょっとね、天下の、何月号だったっけ、忘れたんですけど、こう、四隅を等倍してみると、同社の 135mmF1.8 よりも、ちょっと劣るかなという話が出てましたんで、そこのところがね、オータスだとさらに改善されるんじゃないかというのが、まあ、個人的な期待ですね。ただ、価格がね、一つ問題なんですよね。こっちは、まあ、17万、18万ぐらいなんで、まあ、それでかなりのね、性能が得られる
ということで、コストパフォーマンスはね、かなり高いと思います。で、一方でね、確かにオータスの方いいのはいいんですけど、多分ね、本当に四隅等倍レベルじゃないとね、違いわからないんじゃないかなと思うんですよね。本当そのためだけにね、追加で20万、30万っていうのは、ちょっとどうかなっていう感じではあるんですけどね。ただまあ、オータスの方はですね、特殊ガラスをたくさん使ってますし、多分ね、望遠側になると、よりレンズ枚数の少ない構成になると思いますんで、まあ、抜けとかがね、若干良くなるかもしれません。まあ、ただね、超高級レンズであることには変わりないと思いますんで、実際手に入れられることはないかなとは思うんですけど、ただそういったものでね、静野写真っていうのを撮ってみたいなという気持ちは、まあ、心のどこかにね、あります。で、他にはですね、この前もちょっと話したんですけど、まあ相変わらずですね、サムヤンとか、まあシグマあたりもですね、フォトキナっていうイベントがあるんで、まあそれに向けたね、準備っていうのをやってるんじゃないかなというところですね。あとはね、タムロンの1530が、ディスコン扱いにどうもなったみたいなんですけど、まあそのせいでね、最近ちょっと値上がりしてるみたいで、これの更新が間近なんじゃないかなと言われてます。ただまあ、おそらくですね、大幅な更新っていうよりは、コーティングなどのですね、マイナーチェンジになるんじゃないかと言われていますね。まあ他にもですね、サードパーティーっていっぱいありますんで、細かい噂はね、出てますけれども、主要なのはですね、まあ最近聞いたのは、ここら辺かなというところです。まあ、とにかくですね、あさってのフルサイズミラーレスの発表と、まあ、ニコンのね、発表と、その周辺がですね、まあ、今一番楽しみなところかなと。まあ、個人的にはね、あと、オータスの 100mm なんて、オータスの中望遠とかね、そこら辺が、ちょっと個人的には気になるところではあります。ということで、今日はですね、これぐらいで、終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。